フランシスコでオレリアーナフランシスコでオレリアーナは、スペインのコンキスタドール。オレリアナ、オレリアーノとも。オレリアーナは、フランシスコ・ピサロと共に、スペインによるインカ帝国の征服に参加。ゴンサロ・ピサロが、エルドラードを探していった1541年の遠征に参加した士官の一人であった。1541年12月に、現在のナポカワでオレリアーナの船は、 本体から分離された。その後、オレラーナの部隊はアマゾン側の全距離を航海し、1542年8月に河口に到達した。これは歴史上不可能そうだが成功した航海の一つとして数えられている。アマゾン側にその名が命名されたのはこの航海場であった。オレラーナは勇敢な女性の戦士に攻撃されたと記録している。しかし、 実際には挑発を持った男性の戦士との戦闘を行ったことが考えられる。オレリアーナはアマゾン川を下った後の公開中に死去した。エクアドルのオレリアーナ県は彼にちなんで命名された。オレリアーナの舞台の進路、ありがとうございます。